ニューサウスウェールズ州立美術館は、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州シドニーのザ・ドメインに置かれている、シドニー市内で最も重要な公立美術館であり、ビクトリア国立美術館に続き、オーストラリアで2番目の大きさを誇っている。2003年には、アジアギャラリーがオープンした。アボリジニアートや現代オーストラリアの芸術品のみならず、フレデリック・レートンといった、 イギリスの芸術家の作品や、イタリアからは、カナレットやアーニョロ・ブロンズイーの、フランドルからピーテル・パウル・ルーベンス、近代ヨーロッパからは、パブロ・ピカソ、ピエール・ボナール、クロード・モネ、カミーユ・ユピサロ、オーギュスト・ロダン、アルベルト・ジャコメッティなどの作品を収蔵している。オーストラリアの美術作品としては、19世紀の画家として、ジョン・グローバー、アーサー・ストリートン、ジョン・ピーター・ラッセル、トム・ロバーツ、 デイビッド・デイビス、チャールズ・コンラー、ウィリアム・ピゲニット、E ・フィリップス・フォックス、フレデリック・マッカビン、シドニー・ロング、ジョージ・ワシントン・ランバートといった画家の作品がコレクションされている。20世紀のオーストラリアの画家としては、アーサー・ボイド、らの作品がコレクションされており、1973年にウィリアム・スプラットが編集した書籍、オーストリア絵画の代表作百選に選ばれた。 作品のうち44点がニューサウス、ウェールズ州立美術館に収蔵されている。ありがとうございます。